然地震が来ると家具などが転倒し、たちまち凶器となります。近年の大きな地震では負傷された方のうち3割から5割の方が家具類の転倒・落下によるものとなっています。家具類の転倒・落下は直接家具の下敷きになるほか、つまずいて転んだり、割れた食器やガラスで怪我をするなど、いろいろな危険をもたらします。では東京に大地震が来たならどのぐらいの被害が出るのでしょうか。首都直下地震による東京の被害想定では、阪神・淡路大震災のような地震が発生した場合、およそ 54,500 人の人が家具類の転倒・落下により負傷するとされています。家具類の転倒・落下は負傷の原因になるほか、火災の原因となる、火災からの避難の障害となる、家族の救出・救護の支障となるなど、被害を大きくします。平成19年の新潟県中越沖地震で東京消防庁が実施した柏崎市民の方に対するアンケート調査の結果では、 94% の世帯で家具類の転倒・落下が発生していました。このような地震で家具はどのように転倒するのでしょうか。実験で再現してみます。大きな揺れが来たらあっという間に転倒してしまうものなのですね。このような地震の中、人はどのくらい動けるのでしょうか。体験してみたいと思います。すぐに逃げようと思ったんですが、思ったより動けないのが実感です。大きな地震では人は多くのことはできません。家具の転倒により負傷しないためには、事前に対策を講じておくことが重要です。家具類の転倒・落下防止対策にはどのような方法があるのでしょうか。家具や固定の場所によってさまざまな方法があります。こうした対策を取ることで家具の転倒を防ぐことができます。家具が倒れず負傷しなければすぐに次の行動に移れます。そして負傷しなければ周囲で救出・救護を必要とする人を助けることもできます。地震はいつ起きるか分かりません。大切な命を守るため、被害を少しでも軽減するために、家具類の転倒・落下防止対策は最も大切な対策の一つと言えます。